おはようございます。もう東京も、昨日も台風の影響で大変激しい雨が降っていましたけれども、今ちょっと上がってるんですよね。日本全国の皆様、あちこちで台風の影響で大洪水や竜巻の被害が出たと聞いておりますが、大丈夫だったでしょうか。どうぞお気をつけください。こんな日はね、本当にちょっと心が晴れませんね、憂鬱ですよね。そしてこの台風が近づいたり、もう去っていきましたけれども、こういうシーズンはですね、どちらかというと、なんとなく頭が重いとか、頭痛がするとかですね、そういう方いらっしゃると思います。この低気圧が発生しますとね、やはりこういう、大気、とか、それからそういうさまざまな自然環境においてもですが、影響を受けているのが私たちの体なんですね。そういったことで今日はですね、心と、病気の関係といいますか、相関関係というか、そういったそういうことでちょっとお話ししてみようかなと思います。で、私も長年このお仕事をやっておりまして、やはり相談にいらっしゃる方は、病気を抱えている方や、さまざまな症状に、毎日ちょっと辛い思いをしている方、そういう方がいらっしゃるんですね。ですから、もう本当に自分自身もね、やっぱり生きてますと、いろんな痛みがあったりとかですね、ちょっとした、入院するまでもないけれども、腰痛があったりとか、頭が痛かったりとか、いろんなことがあると思うんです。で、ただ、なんとなく、たまたま具合が悪いんだということで、やり過ごすというか、そういう感じがすると思いますが、実はですね、これ、心の問題と関係があるんですね。いわゆる前にお話ししましたけれども、心の世界というのは、4次元の世界、つまり霊的な世界です。心の世界、精神の世界、そして結局それは想念の世界でした。これみんな同じなんですね。いわゆる思いという自分のものの考え方や、そして受け取り方によってですね、さまざまに感情が変動します。ですから、すごく調子のいいときは、あんまり体の調子が悪いというのは感じないのかもしれませんね。しかし、体調が悪いというときには、やはりその原因があるもので、必ずと言っていいほどですね、大きな、事故があったりとか、例えば、腰痛が激しくなったりとか、そういうことはですね、その過去において、遠い過去ではなくって、どちらかというと、近い過去ですね。1、2ヶ月、あるいは2、3ヶ月、これぐらいの間に、すっごくストレスを受ける。つまり自分のものの考え方が、ストレスフルな考え方に満ちているとき、自分では気がつきません。自覚がありませんが、実は自分の体は相当、重いエネルギーを受けているわけです。で、それに耐えているわけですね。それと同時に細胞というのは記憶してしまいます。私たちが考えたり、とても悩んだり、します。で、それも、もちろんそんなに長い時間じゃないかもしれませんね。しかし、その後にそのエネルギーとして残りますから、それは潜在意識に残されていきます。ですから、過去のストレスというのも、実はこの細胞は一生懸命ね、変えていこうとはするんですけれども、その情報、エネルギーとしての情報を細胞に蓄えていきますね。すると、それがだん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 3次元的な肉体に現れてきます。ですから、目に見えない霊的な細胞が意識したものは、やがてダウンロードされるようにですね、
三次元に現れてくる。で、そういうことで、病気というのは、まあ、病気、怪我、さまざまなことです。もちろん、さまざまに、社会的な環境によって、感染症になったりしますけれども、これも免疫系と深いつながりがありますね。つまり、私たちの意識というのは、本当に、こう、想像以上にですね、大きな影響を私たちの体、そして、現実の生活の現場に、現れてきますので、大きな影響を、与えています。まあ、そういったことで、心と病気の関係というのを、少し見ていきたいなと思いますが、皆さんは、こういうふうに、こう、今年の夏すごく暑かったでしょ？猛暑がもう一週間も、一週間以上も続きましてね、大変だったと思います。で、その後、台風が来たり、雨が降ったりしまして、急にこの、気温が下がりました。で、寒暖の差が激しいとですね、それまで、この気温調整で、気温というか、ごめんなさい、体温の調節でいいんだなと思っていたところに、急激に冬を食らったようにですね、寒くなったりすると、その体温調節が効かなくって、風邪をひいたりしますね。で、その時に、風邪をひいちゃった。咳が出たとか、あるいは熱が出たとかですね、あるいは熱は出ないけれども、鼻水が出ちゃう。一般に言われる風邪の症状というものがあるとですね、すぐお薬屋さんに行って、風邪薬を求めて、抗生物質なども飲んでおけばいいのかな、みたいな感じだと思います。確かに、お薬は対症療法ですから、その時の症状は一時的に、抑えてはくれますが、根本的な解決になりません。ですから、また出てくると、また薬を使うということになって、その薬をずっと使い続けますと、いわゆる抗生物質なんかそうですが、耐性菌というのができて、体がなかなか治らなくなる。つまり自己調整ができなくなるということです。薬で、極端にこう変えていきます。で、風邪をひきますと、もう本当にみんな風邪風邪って、またこれももう簡単に風邪って言ったりしますが、風邪の症状の中にも様々なものがありますから、それが、大きな病気につながっていくということもあるわけですね。あるいは簡単に治ってしまうこともあるわけです。しかしこの風邪ですが、本当に風邪ってどうしてひくのかっていうのは、今の医学でも本当のところはわからないんだそうです。いわゆる風邪の症状っていうのは、私たちの免疫系がとてもよく働いてくれてですね、そのサインを出してくれているわけなんですけれども、お薬を飲めば良くなるということだけではなくってですね、そこには毎日の心の在り方、物の考え方、感情の安定性、そういうものが深く関わっていることがわかります。で、そこでですね、私たちがついつい、風邪といって、昔は風邪は万病のもとと言われたんですけれども、本当は違うと思いますね。喉がいがらっぽかったり、扁桃腺が扁桃腺を起こしたりですね、炎症を起こしたりということがありますが、これは免疫系の出先機関であります。喉のところにあります、この、扁桃の部分ですね。そこが、キャッチします。空気ですとか、細菌ですとか、そういうものをキャッチしたりしてですね。そしていち早く腫れてくれることで、体の奥の方に、その、菌が届かないようにする仕組みですね。免疫システムが働いてくれているので、風邪をひいたり、炎症を起こしたり、おできができたりと、いろいろ、症状が起きてくるわけですけれども、ですから、
私たちにとってですね、風はとっても大切なサインだということがわかります。私はずっとですね、心と体の関係というのは密接につながっていて、例えば、痛みは心のメッセージというテーマで昔講演をしたことがありました。これはですね、もう今は、多くの方々が気づいていらっしゃると思うんですけれども、ついついまだまだ数十年前まではですね、もう風邪といえばもう簡単にですね、あ、風邪をひいちゃったからというようなことで、ただ薬を飲むという、そういうスタイルが多かったわけですね。しかしこれは霊的な世界、つまり霊というと、意識の世界ですね。そしてそこの、潜在意識というところと深い関係を持っているということです。で、なぜならば私たちがその日頃、考え方もそうなんですが、風邪をひいたらね、薬を飲めばいいという、考え方、そういうことはありますけれど、特にその感情を扱う問題としますと、生きてますからね、毎日変動してますしね、いい時もあるし悪い時もある。で、しかし物の考え方のベースというものが、私の、お話の中で、いわゆる地球ルールという、人と人、自分をですね、比較して、そして、優れてるか優れてないか、勝ったか負けたか、善か悪か、というようにね、正しいか正しくないか、常に常にこの物差しで自分を測っていきますと、どんな人も、ね、自分が正しいばっかりじゃない時もあります。そうしますと、正しくあらねばならないって、とっても強く強く、自分を律してと言いますか、コントロール厳しくね、自分をチェックしながら生きてる方っていうのは、正しくあろうと、しているんだと思いますけれども、その歪みが必ず来ます。エネルギーというのは、例えば、外から圧迫されますとね、必ず慣性の法則ではないですが、そこからまた内側からですね、バーンとそれを跳ね返そうとしますね。それと同じように、あんまりきつく締め上げると、その反動というものが出てきます。で、病気でも体でも全てそうですね。無理をすると具合が悪くなるということです。そうしますと、やはり物の考え方というのは、いろんな病気を併発していくんですが、誘発、あ、ごめんなさい、誘発していくんですけれども、その時に面白いことにですね、体っていうのは実はスクリーンなんですね。自分のものの考え方、でストレスを受けたよということになりますと、どの部分がストレスを受けて、その症状として発信しているかということを見るとですね、逆に症状や病気から自分の生き方や考え方、感情の状態ということ、それは今すぐではありません。いわゆる今までやってきた、暮らしてきた、考え方です。無自覚に来たんですね。自覚しないで、ずっとやってきた分の、蓄積がある程度たまりますと、やはりこれは自分の内側からそれを放出していきます。放電するような感じです。で、その時に痛みというのが発生します。特に我慢ですね。我慢の中でも、何かすることを恐れるという、結局恐れのために自分を、規制しがちです。そして自分が、こう言いたいなと思っても、いやいや言っちゃいけないとかね、ここは私が我慢しなきゃとか、私が頑張るんだとかということで、無自覚にね、一生懸命生きようとするわけです。で、一生懸命生きること自体はいいんですけれども、その考え方が自分の体にすっごく負担をかけている。つまりバランスの取れない考え方で、バランスの取れない感情というものがずっと蓄積されてきたということになりますので、そうしますと、あるいろんな箇所に、痛みというのが発生したりね、
骨折があったりとか、怪我をしたりとか、そういうことが起こるわけです。皆さんはいかがですか？そういうふうに考えたことありますか？いつも大体似たような症状が起きる人、似たようなところを怪我をしたりとか、あるいは、よく似たパターンで、なんか、風邪をひいてみたりとか、引き方とか、っていうことがあるんじゃないかと思いますが、人間の生き方と、それからお食事の仕方、時間の使い方、そして病気というか症状のあり方っていうのは、全部似てるんです。必ずそれが、よく似ていまして、相似形を成しています。これはフラクタルの原理と同じですね。どこをとってみても、その原因というのはちゃんとあるんですね。ですから、もしかしたら今自分が抱えている症状や病気は、過去の自分の生き方を表しているのかもしれません。例えばの話ですが、頭痛がするという、まあ、頭痛といってもいろんな種類があると思います。頭痛というのはですね、一般に、まあ、ただ、なぜかしら、原因はわからないけど、頭が痛いわ、横になってちょっと休んでみようかということでも、それをしてもですね、良くならない。そうすると、まあ、頭痛薬というのを飲んでね、まあ、手早くその痛みを取って、まあ、抑えてということです。鈍感にするということですね。鈍感にしてですね、家事をやったりとか、あるいは、会社でのお仕事をお勤めをしたりとか、ということになっていると思います。しかし、それも回数が重なるとですね、体で休んでください。心を休めてください。もちろん、体を休めてくださいという時もあります。しかし、心をね、安らかに、その休めてほしい、癒してほしいというサインの時も、この頭痛というのがします。頭痛は当然頭ですから、ね、脳のことです。いろいろ考えます。その考え方に問題があるよというサインを出してくれています。で、特にですね、頭痛がいつもする人というのは、基本的にですね、自分は何か良くないんだという、自己卑下といいましょうか、自己嫌悪といいますかね、これが強い人ほど頭痛が起こりやすいんです。いろいろものを考えますが、結論が出せません。ああでもない、こうでもない、こうすればあの人に悪い、ああすれば私が苦しいという、いつもこの考え方の狭間に立って、結論が出せず、そして決断が、まあ、結論が出せないということは当然決断ができないわけですね。そして自分の方向性が見出せない。ちょっと迷子になっちゃうんですね。そういう時はいつも頭痛がするんです。そして頭痛もよく観察してみると、大体同じようなパターンで始まることが多いと思います。自分のどこに原因があり、どういうふうに生じたのかなという時はですね、それを知りたいなと思ったら、ちょっと自分に聞いてみてください。ね、いつも私どんな時に頭痛になるんだっけって思い出してもらうと、少しこうパターンが分かると思います。で、そういう時って意外と、自分はダメなんだ、あるいは私の方が悪いのかな、あの時あんなふうなことを言って、私が正しいっていうことを主張して言えたと思ったけれど、その後から、いや、あれはやっぱり私が悪いんじゃないかしら、私ってどうしていつも何か言おうとすると、あんなにカーッとなって言っちゃったのかしらとかね、言っちゃうのかなとか、あるいは、何か言おうとすると、もう詰まってしまって、涙の方が先に出ちゃって、もう言えなくなっちゃう。ちゃんと言葉に出して言えない。で、そういうことが何回も繰り返されると、私ってどうしてできないんだろうとか、私ってダメだわとか、ああ、やっぱりねとか、人に分かってもらえないんだとか、もうこういうふうにして、どん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 知らない間にストレスを溜め込んでいきますね。はい。で、そういうことが続きますと、頭痛が起こります。ね。そして、もっともっとその頭痛がひどくなった場合です。そういう場合は、
偏頭痛と言います。もうこれ偏頭痛っていうのはね、なった方は大変だそうです。もう何にも考えられない。ひどい人の場合には、自ら自分の頭を壁にぶつけてみたり、柱にぶつけたりしてね、もうそうしないとその痛みを、その短い時間でも忘れることができないというぐらいひどいんだそうですね。ずっとじゃないでしょうけど、そういうことが起きてくるということがあります。この片頭痛というのは、先ほどの通常の一般的な頭痛のもっとひどいものですから、もう考えたらわかりますね。ああでもない、こうでもないというのがエスカレートしていくということなんです。するとね、この人の場合には、こうあるべき、あるいは、こうでなければいけない。ねばならない。たのに、どうしてとかね。これが常識なのに、どうしてあの人はわからないんだ。なんであの人には常識がないんだ。とかね。なぜこんなこともわからないんだ。とか、まあ、人に対しても攻撃的なんですけど、その人は実はですね、実は実は、自分に対してとっても完璧を求めるんですね。完全主義者というか完璧主義者なんです。ですから、ちょっとした失敗とか、ちょっとしたことでも許せないんですね。自分を許せない。で、自分を許せない人は必ず人も許せなくなります。それをね、表に出す、出さないは別としまして、許せなくなる。で、出せる人は、まあ、攻撃的な言葉を発してしまうし、出せない人はぐーっともう手をグーしてね、我慢しますから、その分はそのエネルギーが体の中に入ってしまって、細胞に記憶されることになります。この完璧主義者に多い片頭痛ということなんですが、自分に多大なプレッシャーをかけている。で、抑圧された憤りというものをいつも抱えていることになります。で、そういうことはですね、こうしちゃいけない、しちゃいけないっていうこともあるんですね。それからどちらかというとですね、まあ、なんて言いますかね、性的なエネルギーですね、セクシュアルなエネルギーですが、こういうことに対してもですね、すごくこう、抑圧というんですかね、それが普通一般的に考えられる抑圧ではなくって、非常に激しい抑圧があるということであります。ですから、片頭痛というのは何か心をパッと解放できると、すぐ切り替わって楽になるね。ですから、そういう場合はですね、気分を切り替えるだけではなく、ちょっと自分の心の中をチェックしてみます。自分に問いただしてみます。自分は完全主義者じゃないのか、完璧主義者じゃなかっただろうか、こうでなきゃいけないのに、周りの人が、まあね、自分と考えの違う、行動をとってみたりとか、期待した答えが返ってこなかったとか、ということで、なんとなく、なんとなく、いつも、いつも心の中に笑顔がなくって、憤りが渦を巻いているという場合は、この片頭痛というのは時折出てきます。必ず、この何か現象がある場合にはですね、その前ですね、すぐ前か、あるいは、ここ1、2ヶ月の間に、何かそういう、種になる、原因になるようなことがあったのかもしれません。もともとがそういう考え方でずっと来ている。まあ、そういうカルマをずっと持っている。そこへ持ってきて、何か、人間関係とか、まあ、お仕事の現場とかですね、何かのきっかけで、その自分が持っていた考え方の癖です、カルマですね、それが出てきちゃったということかもしれないので、それをちょっとこう見てみる、その症状と自分の考え方、思い方、心の在り方、これとの関連性というのをちょっと見てみるということも大事だと思います。お薬を飲む前にね、それをしてみてください。それからもう一つですが、まあ、ストレスが多くなると、意外と人は水を飲まなくなります。また、ある意味水を飲めなくなります。もうカッとしてるからでしょうかね。ところがですね、この痛みの成分っていうのは、体の中で様々なホルモンが出てきます。
そしてその憤りや興奮を鎮めようとしたりして、アドレナリンという、そういうホルモン物質が作られますね。で、これは怒ると出てくる。しかしそれは怒りを鎮めることで他の、組織に影響がないようにするために、そういうホルモンが作用してですね、自分の体の中で内分泌が始まるわけなんです。ですから、そのアドレナリンだけを抑えようとする薬を飲んでも、これまずいですよね。サインですから。ですから、今まずいよ、今体に悪いよっていうことで考え方を変えてくださいという時に、そういう痛みとして発信します。あるいはもう一つはですね、今まで散々考えてたものがこれから良くなるという時に、多くの場合痛みとして放電するんですね。電気現象なんです。この神経を通ってますから、エネルギーはね、電気として、プラズマ電気として通ってますよね。そうしますと、そうやって体に溜め込んだマイナスの負のエネルギーです。いわゆる、プラスイオンみたいになってるわけですが、静電気が溜まってるようになってるわけですけれど、これを早く放電しようとします。そうすると、その時に、時によっては痛みを伴って放電するわけですね。それが痛みとなってくる時があります。ですから、痛みだけの症状を止めても、その意味がわからないと、またまた起きてしまうということになるわけです。痛み、頭痛というものをですね、一つとっても、そういうことがあります。つまり、頭で考える、脳の部分ですから、その考え方をもっと寛容にしてみたらどうでしょうということです。寛容にするには、地球ルールというのは、これは、それを加速するだけです。やっぱりどちらが正しかったか、自分の正しさを証明したいとか、あるいは、自己保身の考え方が、先行したりとか、自己防衛のためと言いながら、正当化したりとかですね。そして、なかったことにするというようなことが起こってきます。で、そういうことがですね、やがてだん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 こう下がってきますし、頭でいろいろ考えることは、今度は下垂体という脳の後ろですね、下半分です。煩悩久保の両脇。煩悩久保ってわかりますか？ちょっとこう、首の付け根の上の方に、こう親指分ぐらい引っ込んだところがあります。この親指分ぐらいがこう、きれいに引っ込んでれば大丈夫ですが、ここがパンパンになって、もうコンクリートのようになっている人は要注意です。こういう人は片頭痛が起こりやすい。つまり、そこに血液が固まってしまうみたいな感じになりますね。血液の流れが悪くなります。そういったことから首が痛む。そして、今度はそれがずっと下がってきます。同じように下がってきますから、肩が痛い。それから首の付け根、肩。で、やがてその痛みはだん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 体の下の方に降りてきまして、最終的にはですね、背骨があって、それで骨盤がありますね。ちょうど T 字型になってる骨盤のところ。そのつなぎのところが弱いんですね、やっぱりね。そうしますと、ここが腰痛となってですね、痛みがずっとこう、時間が経ってきますと、下に来るわけですね。ですから、よくぎっくり腰をやって、もう立てなくなるという方があります。この方はですね、必ず、その前に、すぐではない、直前ではないと思いますが、その近くにですね、すっごく悩むことがあって、心の中ではね、悩んでるという意識はないと思いますが、今申し上げたように、いろいろ自分に抑圧をかけ、プレッシャーをかけですね、苦しむわけですね。そういったことがあって、また翌日になると、いいや、また考え方を変えよう、いいかという感じで、ある程度、だましだましやってるとですね、根本的な解決がないと、そこへ、こう、エネルギーっていうのは、目に見えませんけど、これが、ネガティブなエネルギーって重いんですよね。どれぐらい重いかっていうことは、皆さん考えたことないでしょ？
頭の上にね、バケツ、水を入れたバケツを乗っけてるような感じです。見えませんけれども、それぐらい悩みを抱えた人っていうのは、いつもこう、頭が重いんです。そしてその分だけこう、首がなんか体にめり込んじゃったりような、めり込んでるようなね、そういう錯覚を覚えるぐらいきついんですね。で、首をもう回せなくなる。まあ、借金で首が回らないっていう話はありますけど、同じくプレッシャーです。他のことでも首が回らなくなります。ですから、そういったことがずっと重なると、結局、背骨の痛みになるんですね。これはもう本当に大変なんですよ。様々な、罪悪感を抱えてたりするとですね、背中の上部が痛くなります。ね、心臓の裏あたりですね。でも我慢してるという感じになります。で、そういう人はですね、胸腺といって、今度、この、胸腺ってね、胸の、腺と書きますが、突き辺の腺ですね。これも、胸腺ホルモンという、ホルモンが出る内分泌腺のセンターであります。ですから、そこはね、とても大事なところで、免疫系の司令塔として働いているところでもあります。また、胸キュンっていうね、まあ、失恋したりとか、人を好きになったりとか、そういう時も、やはり、ここがね、なんか、サインを出すんですね。ここの、胸腺というところはとても大切なところなんですが、これが非常にですね、プレッシャーをかけますと、ここが硬くなってしまいます。それはね、場所ってどこかということになりますが、これは心臓ではありません。ハートチャクラと言われますけれども、心臓ではないんですね。それはね、簡単に言うとね、まあ、手の指を出してみてね、鼻と顎のセンチです。ここの幅ですね。はい。鼻の下も長い人も短い人も関係ないんです。こう、測ってみてくださいね。そして、この測った分をくるっと下に向けて、人差し指が自分の溝内に来るようにすると、この自然に親指の来ているところ、親指が来るところ、ここが胸腺になります。ですから、ここが硬くなるとですね、病気しやすいんですね。そして、事故に寛容ではないという状態です。いわゆる自分に厳しいんですね。ああ、また失敗しちゃった。ああ、私はダメだと思っちゃう。ところが、まあ、いいじゃない。人間やってるんだし、こういう日もある。こういう時もあるよね。でも、私は自分を追い詰めたみたい。さあ、それも必要はなかったかな。ああ、そうか。もっと別の考え方があったんだ。もう少しずつその自分を解放してやりますとね、自然とここ柔らかくなるんです。つまり、押しても大丈夫、痛くない。皆さん、今、ちょっと押してみてください。ね、硬くて、あ、ちょっと痛いな、と思う人は、どうぞ寛容に、ご自分をね、処遇してください。何か思い詰めたり、それから、なんか、恐怖心があるかもしれません。恐れというのはね、この恐れですって言って出てこないんですね。いろんな痛みですとか、それから症状ですとか、病気ですとかね、そういうことの影に隠れているんですね。だから、病気というのは悪いものではありません。悪者にしちゃいますね。あ、病気しちゃったってね。だけど、病気のおかげで私の生き方を変えられるんですよって言ったらどう思いますか？あ、病気はありがたかった。でも、それをずっと持っていたくはないですね。早く気づいてくださいねっていうことですから、ね、それを気づいてみましょう。そして、首、喉ですね。今度だんだんこう降りてきますから、首や喉というところがですね、ちょっとトラブルが多いな。というときには、先ほど申しましたように、この下垂体ですね、脳下垂体のところが硬くなっています。で、ここはこうマッサージというか、こう押してくださるだけでいいですね。このボンのくぼの両脇をふっとこう、1、2、3、ぎゅっとして、パッと離してあげます。1、2、3、離してあげる。で、できればですね、この頭の重さを、この両方の、
指にですね、かけて、ぐーっと指圧をするみたいな感じで、はい、息を吐きながらぐーっと押さえます。そして、1、2、3、4、5、そしてパッと離します。ね、こうやってですね、少しずつ首を柔らかくして、首回しをしたり、首を柔らかくする運動をしておくということが大事ですね。息を吸ったら必ずそれに合わせて吐くんです。息を吸ってぐるーんと回しながら、その時に息を吐きます。吐いて、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 最後は、はーって地球の中心に向かって息を吐きます。はい。そういうふうにするとですね、これも左右交代交代にやるんですが、そうやってですね、一日に何回かそういうことをやると、少しずつですね、改善はすると思います。それで今度は喉の方に参りますね。どうしてもですね、ここが詰まってしまうということがあります。外からは見えません。で、どういう人が詰まっちゃうかって言ったら、簡単に言うとですね、何か言おう言おうとするけれども、言えない。あ、また言えなかった。ということを繰り返しているうちにですね、そこに嫌だ、嫌だ、この喉、嫌だ、私は言えない、みたいにずっと思うと炎症が続くんです。ですから、この喉が腫れてきます。ね、思いってすごいですよ。そういう思いでいるとですね、喉がいつも炎症を起こすんですね。喉っていうのは自由でありたいんです。自由に言葉を発したい。声を出したい。ですね。声というのは音でしょ？言霊でしょ？音霊ですよね。いわゆる自分の思いが、この思い、想念が言葉になってスーッと出る。つまり自分の心で思っていることが、ね、よどみなく、そしてそこにですね、抑圧することもなくって、スーッと出ます。そうすると、エネルギーがスッと通りますね。ですから、自分の思いを言葉に出して、スーッと表現できると、喉が爽やかになります。ああ、嬉しいなーっていう感じになるので、喉は炎症を起こさないんですね。で、それがずっと、続きますと、小児、ここが弱くなります。弱くなったところに、例えば外に出て、風邪のウイルスや、そういう細菌に、遭遇した場合ですね。通常はとても元気で、日常的にいい感じで、生活をしてる人はね、そんなに、そういう時でも免疫が働いてくれて、その菌を寄せるということはないと思いますけれども、もともとが炎症しやすいところに、細菌が、ついてね、発現する病気、いろんな症状が発現するということがあります。ですから、それを注意していくといいと思いますね。で、首というのはですね、実はもう一つ意味がありましてね、何か問題があるときに、首ってね、この方向を示すところなんですよね。方向ですから、どういうふうな道を進みたいか、決断してどういうふうに行きたいかということが、いつも何か決まらないという人の場合には、どうしてもこの喉やりやすいんです。つまり道というか方向を定めるということなんですけれどもね。で、これね、漢字遊びではないんですが、例えばね、ちょっと見てください。で、道という字ね、こんな字あるでしょう。道。ね。はい。首と書いてありますね。で、これ、こう、道なんですけれども、この首をちゃんとこう向けるところなんですね。はい。ですから、どういう道を行く？首って書いてあると思う。はい。ね。面白いですね。それから、例えばね、こういうの。あら、これじゃなかった。
女偏に、例えばこういう字があります。妖説って言うんですかね。はい。まあ、女偏に、こう、妖怪のようって思ってる方もあると思いますが、こちらの字はですね、女偏の、右側にあるものですが、そちらから見たら、右側ですか？この字は首という意味なんですね。はい。こう、妖怪の人はね、首がこう長くなってっていう、それが折れちゃうっていうことですね。夭折するとありますが、これは早死人のことなんです。つまり、首がしっかりしないと、まあ、昔の人はね、早く死ぬという、まあ、経験からそういう字を作ったんだと思いますけれども、首ってとっても大事なんですね。まあ、首が細いか太いか ということではなくてですね、首筋、つまりきちんとしてる、しっかりしてるということですね。それは自分の考えがはっきりしてるよということですから、そういうふうに自分の考えがはっきりすると、喉が炎症を起こしません。そして、風邪もひきにくくなるということがわかります。で、咽頭炎。今度はこの咽頭のところなんですけれども、咽頭炎というのはですね、ものすごく激しい怒りなんです。言えなかった。自分が、ああ、こう言えばよかったけれど、言えなかったというですね、できなかったという残念な思いですね。喉というのはね、自分の思いを表現するとこですから、どちらかというと、自分で考え、自分で思ったことを表現したい。つまり、創造性のエネルギーをこう通すところですから、そこが炎症を起こすということは、本当の気持ちが言えなかった、伝えられなかった、残念だった、という思いがあります。それが、並々ならない思いですね。非常に悔しい、許せないという、そういうその気持ちが強い時であります。ですから、例えば、何か言おうとした、言おうとする、何か釈明をしたいとか、理由を話したいとか、自分が思った時に、例えば相手、ご神様や、あるいは誰か、お友達やですね、家族や、その言葉を遮ってしまったとします。もう聞きたくない。君の話は聞きたくないよ。言わせて。でも、もういいよ、みたいにね、言うとね、もうそういう言葉聞きたくないなんて言うと、自分のエネルギーが出せないですね。自分のことをきちんと伝えられない。で、感情だけがわーっと出てきます。お互いに感情的になって、喋る言葉というのは、本当の自分の気持ちは、あるいは、自分の言いたいことは伝わらないんです。ですから、そういう時はですね、まず一回息をと吐きます。吐いてですね、そして力を一回きれいに抜いてみます。ねえ、怒ってる時にできます？カーッとなってる時、ああ、抜こうってなかなかできないんですけれども、はい。だけれど、ちょっと待て待てと。ね、一息。息を吐いてみよう。ふーっと吐くと、おやおや不思議。ね、不思議不思議です。今までガーッとなってたのが、一息吐くだけで、なんか、ふっと力が抜けちゃうんですね。すると、息通り、その勢いで話すことができなくなります。いわゆる息を吐くことによって楽になるんですね。肩が怒りません。息を吸うとぐっと肩が上がります。そうすると、次に出てくる言葉は、息を止めて勢いよく出そうとしますから、だいたいろくなことは言いません。余計なことを喋ってしまいます。あるいは、感情的に相手を攻撃するつもりじゃないのに、そういう気持ちが先行して、その言葉となってで、後から、ああ、まずかったなって思うことがあると思います。ねえ。だけど、そうなる前にですね、必ず何か怒りがあったり、遮断されたりしたときは、ね、ふぅと息を吐くんです。
ね、ため息っていうのがありますね。聞くのは辛いかもしれませんけれども、ため息はしないよりマシです。ね、でもため息ではなくってね、しっかり吐いてみましょう。すると意外といい考えが浮かんできます。あのね、ちょっと説明したかっただけなのよ。ね、あなたもちょっと落ち着いて息を吐いてみてって、そういうふうに言うこともできるかもしれません。ね、こういう人たちの多くはですね、大体ですね、すっごくもうなんか、どういうんでしょうね、正しくありたいと思う人が多いんですね。正しく生きたい、正しくなければみたいなね、そういう人たちが多いです。ですから、こういう人たちは人のことも思いやる力も持っていますし、人のために何かやりたいんだっていう気持ちもあるんですね。でもあまりにもそれが先行しすぎて、自分の本当の今の心の状態というのをどっちかというと、無視しちゃう傾向があるんです。人のために尽くしたい、尽くすことで私は、満足が得られるんだと頭で考えてしまいます。ですから頭で喋ってしまいます。しかし息をふーっと吐いて、ちょっと自分の内側に、ね、胸でもいいですよ、お腹でもいいですから手を置いて、ちょっと静かに、自分は本当は何を言いたかったんだろう、本当の気持ちはどこにあったんだろうというふうに思っていただくと、ああ、こう言おうとしたことは本当に自分が言いたかったことだろうか、私は今何を伝えようとしているんだろう、何を言いたいんだろう、ただ感情をむき出しにしてですね、リベンジをしたいと思ってるのか、それとも本当の私の気持ちを伝えようとしてるのか、ちょっと一言、一言というか、一息入れて、ちょっとだけ考えてみるだけで、その場が、周波数、バイブレーションがガラッと変わります。そうすると、人が、聞こうかなというバイブレーションに変わるんですね。聞いてみようかな。そうするとですね、カーッとしてるときに言う言葉、あるいは話というのは、ほとんど何の役にも立ちません。言いたいことは伝わらず、なんか嫌なやつだ、嫌なエネルギーをこちらに投げかけてきたんだ、というふうにしか思わないので、人は真剣にあなたの話を聞かなきゃ、ということですね。まあ、そういうことからですね、この喉というのはとても大事なところです。ね、ですから、まずそこへ何かを人に言う、あるいは、要請する、こうしてほしい、あるいはもう少し考えてもらいたい、というような時はですね、カーッとなって、言いそうになったら、ちょっと外に出たりしてね、景色を見たり、息をハーッと吐いたりね、なんかこう体を動かしたりしてね、そして、ちょっと時間を置いてから、自分をね、もう一回、こう、確かめてみますよ。そうしてみると、結構いい言葉やいい表現が出て、意外と相手の人も聞いてくれる。意外、自分のエネルギーって発信してますけれど、相手もそれを、違うエネルギーをバーンと受け取ります。で、柔らかいエネルギーですと、くださいとなるんですが、それが激しいと、もういいよ。話を聞く前から、うわー、辛い。このエネルギーは僕は嫌だ。いや、私嫌だわ。って、こういうふうになってしまいます。ちょっとしたコツですけどね。これ、とってもうまくいく方法なんです。昔ね、ある方にね、お話をしたことがあります。昔ですね、ですが、NHK で、お仕事をしてらっしゃる大変優秀な、プロデューサーでいらした方なんですが、その方はですね、なかなかこう、精神世界といっても、まあ、ちょっと、抵抗があるということでしたが、その奥様のご縁でお会いしたときに、松尾さん、なんか簡単に、この、まあ、なんて言うんですか、穏やかに、心が穏やかになってね、人に強く言わなくてもいいような、そういう方法ってありませんか？っておっしゃったんですね。奥様はね、とてもご主人いい方だけれども、もうなんかね、一生懸命でね、真面目すぎてね、口から出ちゃう言葉はもう、わーって言っちゃうから、周りの人がね、本当にこう、いたたまれなくなっちゃう、ということを
でね、何かいい方法ありませんかっておっしゃってたんですね。で、その時にね、じゃあ、簡単にとおっしゃった時にですね、では、こうしたらいかがでしょうと申し上げました。それは何か言おうとした時に、今と同じです。と、一回息を吐いて、吐いて、それから言おうとするとですね、結構いい言葉。ね。あ、こういうふうに言ったらどうかなっていう言葉が浮かぶんですね。たった一息なんですね。ですから、皆さん方も経験あると思います。私も経験があります。ついなんかもう忙しくて、カーッともうバタバタしている時にね、子供がもうなんだかんだとこういろいろ言ってくると、ああ、うるさいなと思ってね、ああ、もうめんどくさいなって思ったりしてね、もう後でとかってね、ああ、もう今はもうダメよとかって言っちゃったりしてね、後から考えるとかわいそうなことしたなと思ったことがありました。その時でないと、そのタイミングでないと、こう言えないことってあるんですね。ですから、その時に、一息、忙しくても一息、ふっと吐いて、何って、1分でもいい、ちょっと顔を向けてやるといいと思います。そして、あ、今こうこうこういう状態だからね、後で聞くねって、一言言ってやれば、子供も傷つかないで済むわけですね。あるいは家族もそうだと思います。私もたくさん失敗して分かりました。そういうことからですね、一息吐いて、人の話も、人と話すときにですね、自分の話をする。それから、たまにですね、やっぱりそれが、セーブが効かなくて、相手方から、わーっと来るときがあります。うわー、聞きたくないってね、この逆バージョンですね。その時はどうするかというとね、まあ、聞かないわけにはいきません。聞きたくないと思っても嫌な顔でね、聞かないわっていうと、もっとこうエスカレートしますよね、喧嘩がね。そこでね、一つの方法ですが、これは息を吐きながら、少しずつ、ゆっくりゆっくり息を吐い、こう、吐きながら聞くんですね。聞くというのは激しい言葉です。そうしますと、自分の中に取り入れられないので、この辺からこう、返ってきますからね。ですから、辛い言葉や激しい感情が浴びせられたときはですね、ゆっくりゆっくり息を吐いて、吐いて、吐いてみたいな感じで、そこに意識を向けるといいと思いますね。相手の方もついそれを言わざるを得ないという状況なんでしょう。きっと追い詰められたような状況なんだろうなと思いながら、それを吐いてですね。そしてまた改めて時間が、あったり、何かチャンスがあるときにですね、改めてそのことについて、この間の話だけどって切り離して、言ってもいいかもしれませんですね。はい。そういうふうに思います。さて、皆様はどんな経験をお持ちでしょうか。いろんな病気、まあ、今、頭と喉の話をしましたけど、もちろん、高血圧や低血圧や便秘症やですね、まあ、いろんな症状というのは、本当にその考え方というのがですね、影響しています。で、高血圧の人は非常に、まあ、常に情緒不安定であります。こう、なんて言いますかね、心配性が多いですね。もう一つのことが終わったらすぐ次の心配をしないと落ち着かない。もう自分のことがあったら家族のこと。まあ自分のことが終わればいいですけれども、家族のことがずっと心配になって、自分のことは後回しという人もいっぱいいます。こういう方はですね、不安定ですから、どうしても高血圧になりやすい。もちろん食べ物、環境、いろいろありますよ。ですから、そのバランスというのが大切なので、心だけでそれがクリアできるわけではありませんが、意識の方が安定すると、食べ方も安定してきますね。生活の仕方も安定してきます。だから、結局、そのものの考え方が穏やかになっていくんですね。で、低血圧、実は私もそうなんですが、ずっとね、低血圧が続いてました。上が、100いくかいかないか、みたいな、時がありましたけれども、あまり長いのでも慣れっこになってたんですが、これはね、どちらかというと幼児期にですね、子供の頃に、まあその家庭環境が落ち着かなくてですね、何か、親に愛されてるとか、まあその
周りのですね、大人たちにですね、可愛がられたとかですね、特に、まあ、親でしょうね。母親かもしれませんね。親は親で、まあ、いろんな問題を抱えていて、余裕がなかったんだと思いますけれども、常になんかこう、子供心にですね、孤独な気持ちがずっとあったと思います。ですから、挫折感とかですね、それから、ああ、これ言っても多分聞いてもらえないんだとか、ああ、どうせ無理なんだわとか、それがずっと大きくなっても、なかなかね、そういう感覚がですね、抜けないとか、いった、じゃあ、エネルギーが長く続くと、まあ、低血圧になりやすいというふうに言われます。もちろん、それだけではありません。いろんな他の、まあ、原因もあると思いますから、まあ、必要な方はね、病院で調べていただいたらいいと思いますが、本当の理由というのは、これもわからないんですね。ほとんどが精神的な理由ですからね、心の中です。それから、便秘症の方。これはですね、どちらかというと我慢強い方が多いと思います。で、もう一つはですね、柔軟性が足りない。いわゆるこう考え方がですね、こうだらけいけないっていうことですから、まあ、肛門を閉めてね、歩くのも大事なことではありますけど、便秘というのはお腹の方ですね、胃や腸ですね、特に腸、大腸です。ですから、大腸は免疫器官ですから、精神的なことと、脳し、その神経とつながっていますね。神経系とつながっていきます。精神的なことが、解消されない。いつも何かこう緊張状態がある。何か締め切りが間近とかですね。借金の支払いが間近とかですね。あれをどうしよう、これをどうしようとかですね。もう次から次にあれをやらなきゃ、これをやらなきゃっていう、そういうふうに、その不安や、恐れですね。それを持って頑張っているっていう人に多いので、ここでね、少し考え方を変えていくことです。すると、便秘症っていうのは、少しお腹が柔らかくなりますね。いつもこう、緊張してますと、お腹も実はすごく緊張してるんですね。生理痛なんかの人もそうですよ。すごくこう、なんて言いますか、しっかりした、まあ、親御さんのもとで、大きくなった方が多いんですけれども、結局あれはダメ、これはダメというような感じでね、ダメダメが多かったかもしれません。はい、あるいは自分でそう思い込んだケースもあるかもしれませんね。そういうこともありますので、どうぞ皆様もこう何か参考になさっていただければ、いいかなと思います。はい、何か質問ありますか？ご質問があればどうぞ、分かるところで、はい、お話をします。はい、まあ、これはハンドルネームですかね。千鬼暗転さん、おっしゃるね。キムさん、すみませんでした。千鬼暗転にはどういうふうになりますか。頭痛はないのですが、こういうことですね。キラキラするものが30分ほど続きます。片頭痛の前兆現象で、定期的に起こることが多いんですけれども、いわゆるこう、目に、ですね、その何か、こう線香が走ったりとか、まあ、キラキラしたり、するものが走ったりっていうのをたまにお聞きすることがあります。これも脳との関連ですね。いわゆるこう、まあ、何て言いますか、自分の考え方が、まあ、改善されるんですね。非常にこう緊張するタイプです。まあ、いわば非常に恐れが多いんですね。こう行動にしても、あるいは発言にしてもですね、非常に自分をですね、閉じ込めてる場合が多いです。外からはそう見えません。何もなかったように見えますけれども、意外とですね、この人は心の中はすっごくね、辛い状態だと思います。で、もうそれが長く続きますと、こういうふうにですね、
目の中にですね、光が通ってくるという時がありますね。ですから、もちろんその中には、まあ、眼科で調べていくとですね、まあ、眼底に何か問題があるという場合もありますけれども、その心の問題としてはですね、そういうことです。ですから、これは治らないわけではありません。必ずご自分の症状も楽になってくることがありますが、この片頭痛と連動して起こることが多いので、そういう人はですね、完璧主義を少しやめることですね、ものにはこれでないといけないんではなくて、他にもやり方があるんではないか、他の人の話も聞いてみるという余裕が少しずつ出てくるとですね、これでなきゃダメっていう、こう、まあ、そういう育ってくる時の考え方があったんだと思いますけれども、少し他のやり方、他の考え方も、見てみようというように余裕が出てきますとですね、気持ちが楽になります。どうしてもですね、原理主義みたいにこうしっかり自分がしっかりしなきゃいけないとかですね、あるいは周りから追い詰められているような状態、あるいはその人から期待をされているとか、あるいは制限を受けているとか、何かこう追い詰められている状態ですね。そういう時には目に出てきますから、つまり脳の問題ですけれども、視神経にいろんな問題が出てきますので、こういう症状があると思いますが、少し楽にものを考えたり見たりすることをね、なさってみてはいかがかと思います。病院に行って別にその個別に異常がなければですね、これはまあ、病名はつくと思います。病院に行ったら病名つけないとお薬とか出せないのでね、そういうシステムですから あると思いますが、特別に異常がないということでしたらね、そういう自分の考え方について、チェックしてみてください、ね、はい、キムさんよろしく。はい、猫背もストレスかな、滑舌が悪いのも感情関係ですかねっていう夏美さんのご質問です。そうですね、猫背はですね、まあ、いろいろありますけれども、まあ、癖になっているということがありますが、これは誰もがなるわけではないんですね。これは基本的にはですね、まあ、小さい頃から、子供の頃から猫背という場合は、近くにですね、近くにって、まあ、ほとんど親ですね、両親のうちのどちらかと思いますけれども、常にこう厳しくてね、監視ではないですけど、もう、細かく、ああしろ、こうしろ、ああしろ、こうしろとこう言われてきますとですね、なかなか自分はこう思ってるのに、という、その自分の思いを自由に表現できないんですね。その表現する力はあるんですけれども、どうしても周りの圧力、プレッシャーを感じてしまってですね、結局、まあ、自分の思いとか考え方がなし崩しになってしまうというような環境で育ってくる、まあ、1回や2回じゃないです、これは何年もかかってきます。徐々に徐々にですね、そうすると自分の背骨がまっすぐできないんですね。まっすぐってことじゃないですけれども、自然なカーブを描いたその背骨のカーブにならない。でこれはどういうことかというと、自分の考え方をエネルギーを通せないということです。背骨というのはまたはですね、別名ですね、体を支える柱、支柱ですね、支える柱と書きますね、つまりこれは人生、自分の生き方を支える柱なんです。ですからその柱がちゃんと立てないということです。ですからこうね、ぐにゃーぐにゃーとなってみてね、まあやっぱりダメか、まあダメだなって、そういうふうに思っちゃう。勉強はできる子が多いですよ。どちらかというと親の言うことを一生懸命聞きますからね、小学生の間はね。しかしやはりそういう状態がずっと続きますと、中学、高校、大学と、そして大人になっていきますね。その時にやっぱり背骨が曲がるとですね、それだけではありません。背骨が曲がるということは大変問題が起きますね。臓器がこの背骨っていうのは、要するに簡単に言えば胃袋ですとか、いろんな臓器がブラブラ下がってるんですね。
ですから骨が、背骨が曲がりますと、全部その臓器の位置が変わってしまいます。胃の位置とか、腸の位置とかですね。そうするとこう歪んじゃうということ。そしてもう一つはですね、この股関節の上にですね、上体、体の上半身がきれいに、こう垂直に、できないと。乗っからないんですね。ですから、いつも股関節のところがこうずれていきますから、ね、どちらかにこう傾くでしょ。そうすると、どちらかの足が寝てもらったらわかりますが、うつ伏せになって、寝てもらったらですね、足の先がちょっと何センチかこうずれたりすることがあります。これは、足が急に短くなったみたいな感じですが、足の長さ自体は変わらないんですけれども、この骨盤のところの位置が回転してたり、ずれてたりしてですね、片一方の足がこう、ずれていきますと、こうぴょこたん、ぴょこたんとこう歩いてるような感じになるので、この腰痛がきます。で、また背骨が痛くなります。ね。あっちこっちにこう派生していくのでね、背骨はですね、そういう意味ではね、この小さい時からの影響ですから、今日気がついたら、今日が吉日です。気がついた時が吉日。ですから、それはですね、自分で直せるんだと思ってください。そして、こうやってですね、天突き運動みたいにしてね、こう足をちょっとしゃがんで、と手をこうまっすぐ上に上げる、ね、しゃがんで上にバーンと伸ばすっていうように、やってみたりね、この壁にぐーっと背伸びをしてですね、体の状態をつけて、この背骨を少しずつまっすぐにしてみるとか、それから歩く時の一つの方法ですけども、まあ、よくモデルさんがやりますが、この骨盤の上に上体をまっすぐに上げますけれど、実は歩く時、私たちは意外とですね、キョロキョロして歩いています。ね。視線が定まりません。ですから、あっち向いて、こっち向いて、ぴょこたん、ぴょこたんとこう歩いてる人結構多いと思います。ところがね、これがスムーズに歩ける方法があるんです。腰痛予防にもなります。それは、この股関節にまっすぐと、この状態を置きたいんですけど、どこがまっすぐかわかんないですね。曲がってる人はこう曲がりながらまっすぐだと思ってる人もあります。しかし、面白いことにですね、視線なんです。目の視線ですが、目の視線をですね、こう、まっすぐ立って前方を見てください。まっすぐ目の視線を伸ばすんですが、ちょっと目の視線より2センチぐらいちょっと上の方を見てもらいますと、自動的に信号が背骨に行くんです。そうすると、背骨をまっすぐにしようとしないでも、目の位置を固定っていうか、最初にですね、歩くときに、しっかりと前方を、遠くを、ビューっと遠くを見るように、視線を向けます。ね、まっすぐより、ほんのちょっと上ですよ。で、そこを、スーッとね、その前方を見ますと、自動的に、面白いことに、この股関節にきれいに状態が乗るんですね。そうするとですね、歩幅が当然ですが、歩きやすくなり、歩幅も広くなり、歩くスピードも上がってきます。それと同時に背骨が元あるように、だん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 、戻ってきますので、夏美さんですね、やってみてください。ね、続けるとね、ちょっと違うと思いますよ。今日ね、これ、テレビをご覧の皆様ね、そうやって歩くとですね、他の股関節の痛みなんかも軽減されます。ね、本当に1秒で変わるんです。もう全然違いますよ。で、滑舌が悪いっていうのもね、きっとこの方ね、子供さんの時代、幼児期にですね、もしかしたら、なかなかこう、話す機会がなかったり、聞いてもらえなかったりしたんじゃないかなと思います。ですから、なかなか伝えようとすることが伝わらないでね、いたのかなと思います。滑舌っていうのもね、直せるんですよ。口をね、ちゃんと、あ、え、い、う、え、お、あ、おってね。で、ここ、この顎のところを見てくださいね。口蓋の、
口蓋を開けるんですけれども、この耳のちょっとした顎のところの骨をね、触ってみてね、あーって大きく開けますね。いーとかあーとかおーとかですね。で、こう動いてるかどうかということなんですが、はい。それで母音を発声する練習するといいですね。お腹の中からあーって出してみる。息と同時に出してみる練習をするといいと思いますよ。そうすると、その慌てて話そうとしないで、一つ一つの言葉を、母音をですね、きれいに、発声しようとすると、前に声を出せるんですね。こもっちゃうと、こもりながら滑舌も悪くなります。口の開け方がちょっと足りない。きっと遠慮して話してたんだと思います。何か怖いことがあったのかもしれませんね。でも、これは練習です。だんだん良くなりますから、心配いりませんよ。ね、やってみてください。はい。はい、あっちゃんですね。あっちゃんのご質問です。甲状腺の低下症はどうでしょうか。はい、これもですね、この甲状腺ってここのところにある、この、内分泌のセンターのところから甲状腺ホルモンというのが出てきますけれども、この機能が低下している。これは機能亢進はバセドウ氏病といって眼球が出てきますね。で、今度はこの甲状腺低下症というそれと反対でありますけれども、非常に疲れやすいわけです。で、これもですね、喉と関係がありますから、あ、やっぱりですね、それが自分の気持ちがはっきり言えないということがわかります。で、特にですね、この方はですね、そうだね、何か自分がやろうとすることがあるとするとですね、なんかこれから何かやろうかなって思った時に、なんだかわかんないけど邪魔が入っちゃう。で、誰かが誰かの言葉でとか、あるいは家族の誰かによってね、結局結果的には自分が何かやろうとすることを阻害してされる。いつも何か私が何かしようとすると邪魔が入るんだわとか、何か変なことが起こる。あるいは、結局は私が我慢しなきゃいけないんだとか、今日出かけようとしたら、まあ、夫から何か言われた、お姑さんから何か言われるとか、あるいは子供が熱を出すとか、何か私が楽しもうとすると何かが起こるんだわっていう、いつも何かこう心に引っかかって言いたいけど言えない、やっぱりその人の方、周りの人を、優先しなきゃいけないということが自分の内面においてはずっと悩みなんですね。悩みだったと思います。で、そういうことが嫌だったな、私は結局何かしようと思っても、まあ、できないんではないかしらっていう気持ちがずっと蓄積されていくということなんです。ですからエネルギーがどん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 こう低下していくわけね。で、気力がなくなっていきます。で、それを押し返すだけの気持ちもないしみたいな感じですが、で、それがずっと続くとやはり甲状腺が低下しますからね。どうぞ、あっちゃんはですね、どうせダメだっていうのをやめてね、もし何か、優先順位はいいんですよ。優先順位はいいんですけど、それには邪魔が入ったと思わないで、じゃあ別の機会を作ろうとかですね、必ず自分が思ったことは、今ではなくてもこれは明日に回そうとか、気持ちよくそれを転換するという気持ちに変えてみたらどうかなと思いますね。今大変だとは思いますけれども、この病気も治らない病気ではありません。確実に少しずつ精神的なものを取り戻すことで、軽減していくと思います。はい。はい、キャミーさんですね、これは皮膚湿疹との付き合いが長いです。これは皮膚に関することです。
で、皮膚というところはですね、まあ、湿疹が出たり、まあ、アトピーになったり、さまざまな炎症が起こったりするところなんですけれども、皮膚はですね、ある種の、体内でできた毒素をですね、最後の最後に出すところですね。ですから、例えばですね、まあ、アトピーなんかもあると思いますけれども、あるいは湿疹ですね。これは薬疹だったり、その薬を飲んで、その湿疹ができたり、あるいは、急にですね、原因わからないのに、原因不明で、こう、いろいろ、湿疹ができたりとかですね、かぶれたりとか、まあ、炎症の仕方もいろいろ人それぞれだと思います。ただ、おしなべて言えば、この毒素を出すんですが、その時にですね、これ今今始まったんではないんですけれども、もちろんその緊急、急性の場合はね、食べ物を食べて、それで湿疹が出るということもあります。しかし、この方はですね、基本的には腸が弱いと思います。はい。いわゆる小腸、大腸、含めましてね、そして胃腸ですね、胃腸関係が弱いのではないかなと、弱いというよりはですね、汚れてるという意味です。クリーニングはできてないですね。そうするとですね、やはりその腸の具合を根本的には治していく必要があります。食べるものと、それからもう一つは、まあ、考え方でありますけれども、これはね、皮膚に出るときは簡単に言うと、感情的なものが関係してましてね、ずっと我慢してる。自分は言えないんですね。言えないし、言わない。で、じーっと我慢してるけど、お腹の中では、もうイライラみたいな、そういう感じを持っていて、で、それがある時期が来ますと、臨界点が来るとですね、わーっと出ちゃうんですね。つまり、毒素が出るところ。その解毒するところが肝臓ですね。そして、今度は最後に腎臓でね、ろ過して、まあ、おしっこに出していきますね。腎臓も、まあ、解毒といいますか、その毒素を出してくれます。ところが、その最後に来るのが全身ですね。この皮膚に出てくるんですね。ですから、皮膚は怒りと思ってください。特にかゆみがひどい場合ですね、歯がゆいと同じなんですが、非常に自分の中で、そのある抱えているエネルギーを消化できないという意味が強いです。で、こういう方はね、こういう方もね、なかなかお水飲めないんですけど、お水ってたくさん飲めばいいんじゃないんですね。あまり飲みすぎると、まあ、水の毒というのもあるんですが、そうじゃなくて一般の人はですね、ほとんどはね、まあ、ビールとか、お茶とか、コーヒーとかですね、ジュースとか、そういったものを飲んでるから、水分は十分取ってるんだというふうに思うかもしれませんけれども、お水以外のものですね、そういうものを、特にアルコールが入って、お酒とかお水とか、ビールとかありますけれども、もうコーヒーも紅茶もね、これ全部利尿作用があるんです。自分の体からどんどん出していきます。ですから、1リットル飲んでも、1リットル以上の水分を出してしまう。その時は骨とかいろんなとこから水分を取って出していきますから、お水が足りないと骨も弱くなる、ということになります。で、もう一つは、このお水を飲むことで、で、特にこの水道水ではありません。まあ、水道水だったら、まあ、浄水にしていただくかなんですが、あとはですね、天然水ができたら一番いいんですが、天然水は細胞と細胞の間の、汚れを取って、毒素も出してくれます。ですから、一番いいのはですね、頭痛の時もそうです。お水を飲んでください。そして、その頭痛の成分が体から出ていきます。意外とですね、お水を飲むとちょっと落ち着きますよ。痛みもね、落ち着きます。で、皮膚の湿疹がある人もですね、出していくといい、お水を使うといいんですが、実は精神的な、ストレスを抱えると、人間って不思議なことにお水あんまり飲めないんです。ですから、意識しないと飲めないんですね。で、飲めない人はですね、もうガーッと飲むよりはですね、口の中にちょっと入れて唾液と混ぜていただいて飲んでいただく。というように、
ちょこ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 ね、お家にいて飲んでいただいてですね、そしてできるだけその天然水で、湿疹の毒もですね、出していくということができます。まあ、他にもね、いろんな、湿疹を、のかゆみを抑えるものはあると思いますけれども、お薬はあまり使わない方がいいと思います。はい。また詳しいこと、必要な方はどうぞ、ご連絡いただければと思います。はい。キャミンさん、どうぞお水飲んでくださいね。はい。ベティさんですね。脳卒中など血管の病気はどのように感情と関連していると思いますかということなんですが、はい、脳卒中というのはもうその通りでありまして、脳を使います。ですから、常にですね、これは、非常にこう元気に働いていらっしゃる方多いと思うんですね。で、いつも感情がですね、どっちかというと、お仕事の職種にもよるとは思いますけれども、常に常にこう、ただ普通に考えるんではなくてですね、感情的にいろいろ、考えるという方ではないかなと思います。で、その血管がですね、血管というか、一つの、血流障害というんでしょうかね。頭にわーっと溜まりやすいんですね。で、これは感情も激しい人が多いです。許せない。ね。完璧主義者にも多いんですけれども、許せない気持ちが。だから失敗を許せない。失敗は受け入れられないというような思いも強いんではないかと思います。そういう、指摘されるのも嫌ですね。人から指摘されるものも嫌です。ですから、非常に激しい気象で、どちらかというと真面目ですね、というような人たちの場合はですね、どうしても血液が汚れやすい。血液というのはですね、ちなみにね、皆さん骨髄で、血液は作られるんだと思ってらっしゃると思うんですけれども、骨髄でも作られますが、その多くがですね、実は小腸で作られているんですね。小腸壁ですね。ですから、消化器官内でも、その赤血球が作られているわけですけれど、そうしますとですね、その腸の状態、腸操ではないですが、腸というのはすごく自分の精神的なもの、粘膜ですから、精神的な、神経とつながっています。ですから非常に穏やかであり、そして食べ物もですね、本当に考えて、ちゃんとケアしながら、考えて食事もとってらっしゃる方というのはそんなに汚れないかもしれません。そして便秘がなくってお通じがいいという状態なら、心配はいりませんけれども、この血液がですね、最初に血液というのは、もちろんそのどうやってできるかということを知る必要があるんですが、それはですね、食事をします。食物ですね、食物を食べてよく咀嚼しますね。そして、食べますと今度は血液になります。そしてその血液が細胞を作っていくんですね。肉になる。昔の人は言いました、食は血となり肉となる、細胞となります。で、こうやって作っていくんですけれども、その時にですね、この血液の、質は何で決まるかということになります。この血液の質ですね。同じものを食べても同じ血液にならない。それはその人の意識の状態です。いつもストレスフルで、そして、激しい感情を伴っておりますと、この血液は濁っていくんですね。濁りやすいです。そして、この濁りやすく、この濁った、血液がこの細胞を作っていきます。脳も髪の毛も、血液も、全部細胞でできていますから、同じ血液でできていますので、ですから、この血液はですね、中には、この赤血球が
あの象徴でできますけれども、それがやがてですね、いろんな形をプロセスを通って、まあ、白血球になったりすることもあるわけです。いわゆる血液です。リンパ液、まあ、いろんなものもありますけれども、その体液を作っていくわけですが、その時の元になる血液が汚れているとですね、ドロドロになりやすい。それから脳卒中の人はすっごく頭がいい人が多いんですが、あのいろいろあの、その不安に思うことが多い人でありますから、あのいつまでもいつまでもですね、まあ、なんて言えばいいんですかね、切り替えがつかない。一つのことを、まあ、集中して考えると言えばいいんでしょうか。そういういいところもあるんでしょうがですね、考え方の切り替えがつかないんですね。ですから、いい時はいいですね。だけれども、ネガティブな時にそれを引きずってしまうということにもなりかねません。そうするとですね、こう、いつまでもそれが離れない。で、他のやり方でできないということで、常に自分が頑張らなければっていう、その何か頑張ることにエネルギーを注ぐんですね。そのやり方、考え方というところに目を向けないんです。で、そうしますとですね、自分のやり方は変えずに、ただただ前を向いて前進しなきゃっていう気持ちが強いと、血液はですね、どんどん汚れていきます。酸素が少なくなってきます。ね、ドロドロします。そうしますと、夜中にですね、血流が悪くなる。寝てるとゆっくり、血液が流れますからね、そこで夜中にお手洗いに立ったりしますとですね、急激に起きます。で、頭をフラフラします。つまり脳にすぐにこうサラサラとした血がいかない、酸素が上がらないですから、いわゆるフラフラしちゃう。それで急にこう寒い時なんかね、あったかいお布団から出て、寒いあのお手洗いに行った場合にですね、つい倒れてしまうということで、血管が切れたりして、脳内出血を起こしたり脳卒中になることが多いんですよ。ですから、その考え方を切り替える、そしてこうこれしかないみたいな感じで私さえ頑張ればいいっていう考え方をやめていくことだと思います。で、それを続けると怒りも出てきますし、自己犠牲もかなり強くなっていきます。そして、弱音を吐かない、自分のことは喋らないという人が多いので、その負のエネルギーが外に出て還元されないですね。ですから何でもそうですけれども、自分の中にある負のエネルギーはですね、いい形で出していく。自分の考え方が変わってくると穏やかになりますから、そうすると少しずつそのエネルギーは変わっていくんですね。脳卒中を防げることになります。はい。こういう方もですね、お水が足りない場合があります。ね。血液がドロドロっとしてます。よくドロドロしたね、血液をね、もうサラサラにしますよって言って、こういうサプリを使ってください、こういうお薬使ってくださいっていうのがありますけれど、基本的にですね、こう画面で見ると赤血球がこうベタベタついてる画面を出されることがありますが、あれはそのサプリを、まあ、サプリはいいんだと思いますけど、そのサプリを飲まなくてもコップ一杯のお水を飲むとパーッときれいにパラパラパラッとこうベタベタくっついた赤血球同士が離れます。ということは、これでお分かりのように本当に人は水を飲む。その量が少ないということです、ね、少し気をつけてそのお水の量もちょっと喉が渇く前にですね、ちょこちょこっとですね、日中飲んでいただく。これはただ何も夏の間ですね、熱中症を防ぐというために飲むんではありません。こうやって血液がサラサラになるようにということでですね、お薬以外このお水でも十分にそれを予防することができます。考え方を変え、お水を使ってください。はい、ベティさん、はい、ガッちゃんですか。右膝、腰の右、右肩、先月は右の顎がずれて、ずれて、これなんですか、これなかなか開きませんでした。
顎がずれて、これなんて感じですか、開きませんでした。で、整形外科も通っていますが、右側ばかり気になっていました。これはですね、明らかに体がずれてる症状ですね。左と右、この骨盤の位置とかですね、股関節の位置とかが、この位置というか、ここの足の長さですね、さっき言いましたね。それがずれて、それから、傾いてる。多分この方はですね、歩き方も、この、まあ、右膝とか、それから、腰の右というので、多分右の方にかしいでるんではないでしょうかね。そしてそこが圧迫されるから内臓も圧迫されますよ。そして右の膝とか腰の方、右肩っていうんですか、まずこの方はですね、整体をなさったらどうかと思います。体をですね、調整されるということですね。そしてその整形外科に通っていますがって言いました、ここで書いてありますけれども、整形外科でまあその治ったりすることもある病院ですからあるんだと思いますけど、まずですね、体の骨の状態、筋肉の状態ですね、よくまあ整体に行かれても、また何日かしたらすぐ戻っちゃうっていう方があるんですが、それはですね、骨の上に筋膜、筋肉の膜がしっかりとがっつりとですね、覆っているんですけれども、網目状に覆っていますが、それはですね、自律神経系とつながっています。つまりすっごくストレスを受けるとですね、その筋膜にその情報が伝わってですね、骨をガシッとこういうふうにがっつりこうなんか取り囲むような、締め上げるような感じになっていきますね。ですからこの方は多分ですね、その一つ の右だったら右の方にばっかりその体がずれてきたというのは今じゃないと思いますね。相当時間がかかってると思います。ですから例えば右肩が上がってるという場合と、右肩が下がってるという場合、まあいろいろあると思いますけれども、そうすると顔全体がずれてるんですね。顔も全部がずれてるということは、本当にこの方相当体の、まあ、骨の位置とか、それから、その状態がずれてるんだと思います。調整してもですね、すぐなりやすいという時にはやはり考え方を変える必要も同時にあると思いますが、顎がずれて開かないということですか。これは本当に体が相当、この段差ができてるんだと思いますね。これは本当に骨の専門家に一度見ていただいた方がいいかなと思います。で、ずいぶん無理されたんではないかと思いますね。で、この右膝が痛いということなんでしょうか、この方。腰の右とか右肩とかっていうのが痛いということでしたらですね、どうしても右肩がこう上がってしまいますね。こういうふうに上がってしまいますね。で、そうするとですね、この全体が、臓器もそうですし、この肩が上がることによってですね、まあ、胃が圧迫されたりとか、もういろんな臓器がこう全部動いていきますのでね、ですから相当長くかかってるんだと思いますよ。ですからこの人は力が入りすぎね、私が頑張ってやらなきゃいけない、何でも私がと頑張ってきた人じゃないかと思います。ですから相当自分に無理をさせたんじゃないでしょうか。はい、少し分担して人にもその、まあ、仕事じゃないですけれども、役割分担でね、人にやってもらってもいいというふうに少し自分を楽にされたらどうでしょう。すごく力が入りすぎてると思います。お辛いと思います。で、きっとここまでねずれてくるというのは相当この方ご苦労なすたんだと思いますよね。どうですか、少し考え方を変えてみませんか。そして
自分はもうちょっと楽になっていいんだというふうに思われることだと思います。もちろんこの、整体とか、その専門のところにご相談されてですね、体を整えてもらう。まあ、整形外科だけではできない、まあできないこともあるんですね。ですから、まあ、いろんなところにですね、その体のバランスを整えるというところに行かれたらいいかなというふうに思いますし、気持ちとしては、感情的にはですね、もうこんなに頑張ってっていうのをやめることですね。そして、この顎がずれてしまう、全体としてずれてしまうんでしょうけれども、これは大変だと思います。咀嚼できない。食べられないと思いますね。ですから、これは緊急だと思いますよ。そして、あなたの頑張りがね、逆にこういう症状として出てますから、今のような形の頑張り方はもうやめなければなりません。もう少し、自分を振り返って自分自身に問いかけてください。もう少し楽をしてもいいんだよと。で、ただ楽をすることが悪いんではなくって、何でもかんでも、もしかしたら人のやる分まで自分が引き受けてる可能性がある。引き受けて、そして言わずに頑張ってる可能性があります。もうここら辺でもう今これはできない。できないというよりは、これは他の人にも分担してやってもらいたいと言ってもいいのかもしれません。そういう時期が来てるんではないかなというふうに思います。もう一度ご自身を見直してください。また整体の方にもね、専門のところをもう一度別のところでも見ていただいたらいいかなと思います。どうぞ大事に。うん、パールさんですね。乳がんの手術後、左腕のリンパ腫になり、なかなか良くなりません。この方は乳がんは切除されたんでしょうか、温存療法でしょうか、それはちょっと分かりませんが、乳がんという場合ですね、多分左側を取られたんでしょうかね、リンパ腫ということなんですが、さあこれもものすごく大きく精神的なものとつながっていますね。乳がんというのはですね、まあ、お乳ということです、まあ、いろんなケースがありますけど、どちらにしても親子の問題ということになります。でしかもそれは子どもの頃の、記憶というものがですね、通常の記憶ではありませんね。潜在意識にその負のエネルギーとして残されたエネルギーがあったということです。自分では気づかないトラウマのようなものかもしれません。あるいはもう時間も経っているのにですね、どこかでそれが解消されていない、気持ちが解消されてないということではないでしょうか。乳がんはですね、そのお母さんとの関わりというのが強いんですね。そしてその影響はもしかしてこの方がですね、結婚なさって、お子さんをお持ちでありましたら、またそのお子さんにも少なからず影響がいくわけです。で、がんになるぐらいですから相当つらかったんだと思います。我慢された子供時代があるんじゃないんでしょうか。そして、はい、これはですね、自分への抑圧だと思いますね。はい。あ、わかりました。温存療法ですね。はい。よかったですね。で、リンパ腫になっているということですけれども、これもですね、非常に気持ちが、なんて言いますか、追い詰められているような状態だと思います。いろんな意味でですね。ですから、この体の中のリンパが、腫瘍を作っているということなんですが、これもですね、考え方を変えることによって変わっていきます。で特に免疫ですね、この方はすごくストレスが多かったんでしょう。免疫が落ちているんだと思います。ですから、本当にこう、日常生活の中にですね、ただ病気を治さなきゃっていうところにばっかり意識がいくと辛くなると思いますね。時には、それをちょっと忘れて何か、楽しいことでもやってみるとか、自分のために何かやってみるとかね、わがままと言われるんじゃないかとか思わないでね、
やってください。で、これリンパですから、いわゆるあなたを守ろうとするそのエネルギーのところに問題があります。ということはですね、まあリンパはね、まあいろんな働きがありますね。ですから、そのいい時悪い時、いろんな、まあ、その問題、毒素にしてもですね、それも出してくれるわけですけれども、それも何か十分にうまく解毒ができないという状態ではないかと思います。ですから、この、できるだけですね、まあ、自分の体に栄養素をきちんと入れてくださいね。そして考え方はですね、その乳がんのところのリンパ腫のところにですね、手をかざすだけでも結構です。手を当てても結構ですね。これは今までの辛い気持ち、過去性から持ち越したものももちろんあるでしょう。しかし根性でですね、今世で、子供の時にお母さんに甘えられなかったりね、とてもこう、いい子でいなきゃいけなかったりする場合がありますのでね、そういう辛い時期を通ったのではないかなというふうに思います。あ、リンパ浮腫ですね、腫瘍ではなくてリンパ浮腫ということですね。はい、そしたらこれも流れが悪いということになります。リンパの流れが悪いということになりますね。そうするとですね、手を当ててください。そしてですね、目を閉じて、そしてそこのリンパの流れがですね、スムーズにいく、ありがとうって、いつもこうやって自分を守ってくれて、守り役なんですリンパさんね。ですから、ありがとうって、私だん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 ね、この乳がんをしたことでどんなことに気づけたかっていうことを書き出してみてください。そして、ここが変わったなとか、あの人も変わったなとか、いろんな変わったところ、良い方に変わったところね、それに気づかせてもらった、まあ、乳がんにありがとうっていう気持ちが必要です。これさえなければ、この手術さえしなければという思いがどこかに残っていると、なかなか治りが悪いですよ。ですから、今回はですね、そういう親子の問題も改めて、悪いというのではありません、気づきですから、これから自分がどのようにその親子で関わっていけるかということですね。うまくいけなかった、うまく自分が表現できなかった、聞いてもらえなかったということがあったかもしれませんが、それは今の自分が消化して分かるようになったということが素晴らしいことです。ですから、何事にもですね、マイナスの思いばかりではなくて、これによって何に気づけたかしら、何があったかしらというふうに見てもらいながらですね、こう手をかざして、自分の内側の生命の高いエネルギーをかけていきます。そして、ありがとう、必ずこれは良くなるわ、私は考え方を変えるわよっていうふうにね、そういう問いかけっていうか、話しかけをしながらね、お休みになっていただけると、浮腫もだいぶこの、少しずつ体の内容が変わってきますと、変わってきます。変化が出てきますから、また変化が出てきたら教えてください。はい。ということで、よろしいでしょうか。はい。あ、これ最後にします。はい。そうですね。エコさんですね。はい。エコレさんですか。脳卒中で右半身麻痺ですが、リハビリを一生懸命した方がいいのか、リラックスしていた方がいいのでしょうか。整骨院で、針とか電気とか、まあ、やった方がいいのかということでしょうかね。はい。まあ、脳卒中でしたら、まあ、その脳の中のある血管が、まあ、切れたり、してですね、まあ、神経も傷ついたりということなんでしょう。ですから右半身が麻痺しています。で、しかしですね、人間の細胞というのはシナプスというのがあってね、その
情報を伝達してくれるわけですけど、その情報伝達のシナプスが途中で切れてるわけですね。どこか何箇所か切れてるんでしょう。それで情報がいかなくて、右半身が麻痺しています。しかしその麻痺したことを、先ほどの方じゃないですけども、嘆き悲しんでですね、やだやだという思いではなくてですね、それほどに自分にストレスをかけてきたなと思ったら、まあ、ありがとうという気持ちがいりますが、これはですね、やはり肉体というものはその、意識がありますね。その魂とか、スピリットとか霊体がありますけれども、それはね、痛みとかわからないんですよ。いわゆる肉体にその情報が伝わってきて、痛みがあったり動かなかったりするわけです。つまり意識と肉体の連結がうまくいってないということなので、その思いをですね、どんどんこの肉体の細胞の方に情報を送ってやる必要があります。そのために運動が必要ですので、リハビリを、まあ、一生懸命、どっちかというんではなくてですね、リハビリも一生懸命やる、ね、諦めずにやります。ただいつ良くなるの、いつ良くなるのって、そういう見方ではなくってね、ありがとう、昨日よりも今日、今日よりも明日というように、少しずつできるようになった自分も喜びましょうね。そして、そこまで自分にね、プレッシャーをかけ続けてきたわけですから、そして今度はね、このリラックスしていた方がいいですかっていうんですが、心の方はどうぞリラックスしてください。リラックスというのは、何もしないで、動かないで、でーんとしてるのは、ごろっと寝たりしてるのがリラックスではありませんよ。心の方のリラックスです。心のリラックスはですね、先ほど申しましたように、昨日よりも今日、今日よりも明日と、少しずつ少しずつ、わずかではありますけれども、それを積み重ねていくことで、ああ、よかったわ、昨日できなかったことが今日はちょっとできたわとか、一歩進めたわとか、そういうふうに手が少しずつでも動くようになるわとか、そういうふうにですね、本当にこの自分の思いをですね、本当に治るのよという思いを体の細胞にどんどん送ってやって、動かしながらそれを連結していくという作業です。両方必要ですから、それをやってみてくださいね。はい、そろそろ時間だと思いますので、はい、これで終わりたいと思います。すいません、時間が参りましたので、またご質問のある方は、別の機会にやりたいと思います。で最後に私のセミナーのお知らせをさせていただきますね。はい、これ見えますかね、ちょっといいですか。はい、9月の18日、今月です、金曜日になります。東京でいつもの私の定期公演を行います。場所は青山ダイヤモンドホール、会場は18時ですが、開演は18時30分、つまり夕方6時半からスタートいたします。テーマは、マホロバをですね、ここにありますが、マホロバを求めた魂たちは今というテーマです。それから、これは私の主催ではありませんが、9月19日ですね、これはワンドロッププロジェクトというところが主催をしています、ラブ&ピースサミットというものに出演をしております。で、場所は横浜の鶴見駅に隣接しております、これは鶴見区民文化センター、サルビアホールで行われます。お時間はここに書いてありますが、はい、13時30分開演になっています。そして最後ですが、これは来月です。10月24日土曜日です。久々に秋田で公演をいたします。秋田の県の青少年、交流センターです。始まりで開演は13時30分になっております。その他また私ども個人セッションも受け付けておりますので、ご希望の方はどうぞ、ヴェルディインターナショナルのこのお電話番号 03-6432-1117 へどうぞご予約をください。また詳しいことはどうぞ私のホームページでご覧いただきたいと思います。はい。
はい、ありがとうございました。今日はこれで終わりにさせていただきます。皆様ごきげんよう。